大谷さん、迷宮界は絶望的。二刀流で活躍の大谷翔平、今季は投手絶望も、現在も打者として異次元の活躍を続け、その輝きは失われない。しかし、そんな大谷も日本の迷宮界に入ることは非常に難しいとのことだ。迷宮界の入会基準は200勝、2000本安打、250セーブ。大谷はこのままの成績で40歳まで続けたとしても届かない数字だ。掛布正幸や江川卓のように圧倒的な成績を残しても、基準未満の成績だと迷宮界入りしていないのが実情だ。近年、上原浩二が100勝、100セーブ、100ホールドで迷宮界入りしたことが一筋の光かもしれない。まるで大谷が迷宮界に入りたいみたいに言うやん。大谷、興味ないですね。マジで思ってるやろこれ。迷宮界だからな。なんならファンも評価してないからな迷宮界。そもそも時代が違う、アメリカで勝ち星を基準にしてる評論家おったらバカにされるレベル。まあ、大谷はなんだかんだ入れたがるやろ、OB が。むしろ大谷入れなかったら、誰入れるんだよ。大谷は逆に迷宮界が、入ってくださいっていう立場だろ。記録には残らないけど、記憶には残る、2023年大谷翔平。そもそも日本の迷宮界に価値を感じている人がどれだけいるか。大谷も殿堂入りについて語ったことはあるけど、迷宮界について語ったの聞いたことがない。まあ俺が知らんだけかもだが。40で投手引退でそっからは、打者で和田曲線のようになってほしいですね。なんだかんだ、言って2000本は二刀流中に達成しそう。もはやどんな肩書きよりも、大谷翔平という名前に価値がある。メジャーの殿堂入りの方が、格式高いし、大谷さんが殿堂入りするのは、規定路線。すでに記録を塗り替えてるし、これからも歴史そのものを塗り替えてほしい。迷宮界って大谷には小さいよ。人間界の神だもん。大谷界作っても、誰も入れないのくさ。大谷界、めっちゃ入りたい。大谷界ありだな。でも、大谷が引退する頃には迷宮界を作り上げた、ほとんどの人間は死んでるから、生きてる人間で新しい基準作れば良いと思う。大谷を迷宮界の奴らと同列に扱う方が失礼。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。